3000人っていうね、こんなテンプル行ってた。有名なの。これチャームだって。これグッドラック。本当。それいくらだったかわかる？3000。何それ？3000。これ3000円って書いてる。なんで？これね100円。100円か。うん。この葉っぱがね、赤くていっぱい綺麗だった。もうちょっとなんかしおれてきちゃったけど。この持ち手とか、このこんなんもありますよ、うんね、こんなんなんか飾るのにですね、かわいいよ、ちょっと中見てみませんか、うん、私もカゴ好きなの、安いベジョコこれですごいかわいい、かわいい、3000円ぐらいですね、地元の人が作ってらっしゃる、ね、ちょっと人に言わせてみたらね、見てやってたから別に高くせんでもいいって、うん、食べてみて、シソンですか、ふかりですね、すいません、はい、ありがとうございます、ちょっと全部食べてみて、おにぎりいいから美味しそうですね、よりちょっと私の好きなのがこんなジャンボなの見たことない、これちょっとですごい高いね、これいくらの香りがしてます、これいつも日本帰ってきたら買ってて、あんなサイズ見たことない、ありがとうございます、やっぱり美味しい、柔らかい店のある、美味しい、もっと硬いもん、大量に入ったのね、1000円ぐらいでね、成城石で見つけたんです、柚子、あ、これはでもうちの田舎もこれ有名、そうよね、うん、これはうちの田舎有名です、たぬき本元、これさ、標準語ではなんて言うの、早通りは早通りだよ、うちの方ではチャーテって言うんですよ、Thank you.
持って帰ろうかな、いっぱい行こうとか。大皿なんや、お盆じゃないな。めちゃくちゃ思う。うん、なんかそれは外にも持っていける感じですね。ご視聴ありがとうございます。念願が叶いまして大原の方に行ってきたんですが、こちら今回アロハさんからのお土産と、こちらは帰りに京都駅で買ったものなんですが、この赤い、まあレッドビーンですね、息子も好きなんでうちでチリを作るんですけど、この豆を見つけるのが結構大変で、イオンだとちっちゃな缶しか売ってなくて、2缶買ってもかなり少ないんですね。カルディに似たお店がイオンの中にあるんですけど、そこでも売り切れてまして、まあ値段もそんなに高くなかったので、頑張って重いんですけど、2缶買ってきました。こちらは3コインで買いました。使い捨てマスクです。まあこちらいいなと思ったのが、2色入ってるんですね。こんな感じですね。まあ、ベージュはちょっとコーヒー色、まあ、モカ色というか、コーヒーっぽい色ですね。まあ、ピンクはいつも使ってるのより若干明るめのピンクですね。マスクなかなか気に入るのがないので、これ本当に珍しく割と積極的に買ったマスクです。こちらはアロハさんからいただいたんですが、まあ、いつもながら100均とおっしゃってましたが、すごくおしゃれなケイトスペードっぽい袋ですねって言ったんですけど、本当にね、センスがいいですね。まずはこちらですね。岡山に行かれたということで、きび団子を買ってきてくださいました。これなかなかなんかこうポップな感じの柄のきび団子で、私が知ってるきび団子とはちょっと箱の感じも違うなと思ったんですけど、なんか中もすごい可愛いですね。桃太郎に登場する人物とか動物が描かれてます。こちらがですね、もう本当にいただいて感激したものなんですけど、
じゃーん。アロハさんが手作りしたクリスマスのオーナメントです。たくさん作ってるんですよって LINE で画像を送っていただいて、どれも本当に素敵でね、まあ、アロハさんフラワーアレンジメントとかをされてるので、こういう球体のものにですね、自分でこうアレンジして刺して、こちらを作ったということです。私もクリスマスいろいろ作りたいなと思うんですが、まあ、今年はちょっとね、いろいろ忙しいというのもあって、なかなかそこまで手が回らない状況でして、こういうの見るとね、本当にね、いいなと思いますね。アロハさん、本当にありがとうございました。